こんにちは、ブーボスです。本日もやっていきましょうか。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから最後までしっぽりとご覧いただけたらと思います。まあ、片手にコーヒー、片手に茶菓子なんかをね、置いて、まあ、ラジオ感覚で聞いてもらえたらいいんじゃないかなと思う。だからイヤホンも耳にして、なんか作業とか勉強とかしながら、そんな、しっぽりちゃんと動画でいいもいいかもしれないです。若干探しいかもしれないけど、ね、ちゅろんちゅろん言っていくから。はい。で、今回は、まあ、チャイナドレスの、女性にですね、ちょっと、放出したいと考えてたエロエージェントが残念ながら逃げられてしまったという、そんなパートから進んでいきたいというふうに思います。で、このパートね、なんかよくわかんないけど、バランス間違えてんじゃねっていうくらいすごい短いパートになるんで、まあ本当一瞬で終わるかもしれないですけど、うん、まあそれでも最後まで動画ね見ていただけたら嬉しいです。はい、ということなので、今回はサロン抜けて、ここあれなのかな、私の中庭ってなんか20歳に見えて本当に老け込んでいる8代目当主さんがいるんですけど、まあ、その方曰く私の中庭ってこと、ここがサラザールの寝室になるのかな。まあ多分地図見ればそんなことも書いてたりとかするんだろうけど、まあ全然興味がないので、さっさと次に進んでいこうと思います。はい。とりあえずちょっと、まあこのパートがおそらく短くなるであろうという予想のもとから、こうやってちょっと組み合わせて、時間稼ぎをしたいという、本当にゲスくてこすいことをやってます、今。だからこのパートがもしも10分を切るようなことがあれば、まさにその通りだったんだなと思ってもらえたらなと思います。まあ実際この動画が何分になるのかっていうのは、まあこの録画している最中ではちょっとよくわかんないからね。まあそうなるくらいだとちょっと元に戻ってもいいのかもしれないけどね。オッケー。ね。なんでこんな短いパートを一瞬で作っちゃったんだろうな。そうするくらいだったらなんかちょっと飛ばしてもすぐ3の4とかまで行ったら面白かったんですけどね。まあそんなことぐちぐち言ってもね、制作者で。まあまあ、バイオ4は神ゲーと呼ばれているものですからね、あまりぐちぐち言いすぎてしまうと、こちら の神のゲームと崇め立てまつってらっしゃる方々にとってね、お前、ね、デッドって言われてしまうかもしれないからね。はい、ということで、まあ、次、なんか、よくわかんない檻に囲まれるシーンが出てくるんですけど、これ、チュイーって、これでも、左しか行かないよね。だよね。で、これ、降ってくるから、まあ、降ってきた瞬間に、ごちそうさまでした。お疲れ様でした。はい。遅くなるんですよ。生きてんのかよ。ふい。あれ?なんだ、扉をバーンしたら、一緒に吹っ飛んでってくれるのかなって、ちょっと期待ワクワクしてたけど、そんなことはなかったね。上から降ってくる。親方!上から邪気音が!上から、空から邪気音が!こういうところでさ、一発目でセリフを間違えるっていうほどクソダサいものはないよね。うい、USB。まだ来んのかな?これでも、撃ったら、水がパシャって出てくる、その仕組みが一体どうなってるんだっていうのがすごい気になるよね。まあいろいろだからバイオハザードのそのギミックって現実で考えたらおかしいだろうと思えることも、そのゲームの世界に組み込むことができるっていう、その発想力がやっぱカプコンさんって皆さんすごいよなって思うよね。これまだ敵出てくるのかな?こいつでラストかな?意外と上から降ってくるんだなと思って、このでも時間差で出てくるってのがやらしいよね。で、ガラドールですごい苦労するわーって思ってたら、上からね、そのガラドールを倒す前に、他にも敵がブチ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 出てくるとかってなってくると、わ、やられたわってなるもんね。そこのその時間差で攻撃してくるっていう、そのやらしさもやっぱり上手だったりするよね。あはーん、燃やしてる、クリステル、照らしてる、拾うてる、こっちなんもないか、OK。ふっ、チュイー。ぴょん。あっちサイドでも敵どうなんだろうな。まあいいや。とりあえずじゃあ、オープン。オープンじゃねえ。アップ。登ります。ここに敵出てきてるから、とりあえず、おやすみタイム。ここ2体だけか。で、向こうからも敵。ここ上手だよね。うまく両方から挟み込みっていうのがね。キック。キック。こいつ何も食らわねえ。さすが盾持ちだな。キック。あ、やべ、捕まる。なんかこう、ちょっと、ね、結局こうするんだけど、なんかこう、ちょっといじめてみたくなるよね。
で、向こうサイドにもいるから始末しといて、で、拾うぜ。どっかで声してるな。どこや。あ、そっか。ちょっと待って、ちょっと待って。こうして、とりあえず横寝かせておくか。OK。あれ、なんかどっかで声してたよ。あ、気のせい？ああ、な、いたんかい。そっか、目の前で、味方がなんか、朽ちていったから、何事じゃーっつって。そういうことだよね。まあ、あるあるだよね。うん。目の前で自分がなんか予期してないことが起こったら人間焦っちゃうもんね。オープンドア。オープンザドアな。うん。文法は正しく使いましょう。ダイナミックエントリー。足癖悪すぎるよな。あーはーはー、まあ別にいいや、そこまで金に困ってられじゃないからね。最終的にちょっと歩く武器庫を目指してるところなんだけど、あれこれ大丈夫？本当に多分10分いってないよね。全然ね、収録時間どうなってんだろう。まあたまにはそういう短いパートもあっていいか。はい、まあとりあえずじゃあいらないアイテムだけ売っていって、こいつも OK。 救急スプレーもな、結局グリーンハーブがめちゃめちゃ手に入るからそっちでいいもんね。全然ね、うん、この辺りの宝物に関しては、後でまとめて売って金がどんどん増えていくのが気持ちいいっていうのをやっていこうかなと思ってます。いやー、終わっちゃったね、このパートもね。はい。ということで、まあ今からフライングダイナソーをね、やるみたいなので、だこのフライングダイナソーもさ、一個問題なのがさ、こいつらセーフティーバーつけないでやっちゃうんだよね。それが大問題だよね。そこじゃねえよっていうな。そこじゃないのよ。おー、このパートが言いたいのはって。うわー、ディン！お疲れ様でした、ルイス。さあ、果たしてルイスがね、RE4 もね、いよいよ今月末の方で発売しますけど、果たしてどんな感じで登場するのかっていうのがすごい気になってくる。まあいろいろ情報も出てるからね。まあ、近づいてくれば近づいてくるほどこう、期待感も高まってくるけど、まあ、今回はちょっと本作に比べると、ちょっとあれだよね。なんだっけ、ホラー色も強くなってそうな感じがして、結構ドキドキっすよね。まあ、もしかしたらまたあまりにも怖すぎて、僕が黙ってしまってるかもしれないですけど、まあ、果たしてどこまでね、本作に、まあ、梅田さんなんかのこのゲームを超えることはないけど楽しみだみたいなのが出てるので、結構そのクラフト要素みたいなのが結構苦手だからな、それが果たしてどこまでそのゲームにおいて重要視されるかっていうところは気になるところでありますけど、まあそんな話をすすね、このパート終わりになりましたんでね、ぜひね、最後まで動画ご視聴いただいた方、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら幸いでございます。まあ、次回ね、本当にバイオハザードの中でも、1から10まで通してずっとエロいシーンを見ることができる唯一のパートになりますんで、ぜひ、次回パートもご覧いただけたら幸いでございます。はい。もうパンツ見たい方、ね。ぜひ、ということですね。ということで、本日も動画以上とさせていただきます。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。パンツ見